皆さんこんにちは。フィルムカメラ系 VTuber のオブスクラです。今日は小ネタの動画で富士フィルムのダークレスというものを紹介します。このダークレスというのは簡易現像機です。パッケージには小型現像機と書いてありますね。 35mm のフィルムを現像するもので、中身を見ていくとプラスチックでできた現像機の本体、それからガラスのアンプルに入った現像液と定着液、それから説明書、あとフィルムのパトロネをこじ開けるための栓抜きもついています。今回買ったものは富士フィルムのマークが横長の楕円形のものなので、その後に四角い富士フィルムのマークになったのが1980年の1月なんですね。なのでおそらく1970年代のものだと思うんですけど、実は私初めてモノクロフィルムを現像したのがこのダークレスというものだったんですよ。2000年代の中頃ってまだ新品で買えたんです。その時も中身は全く同じでガラスのアンプルが使われてました。なのでとても息の長い製品だったということですね。今ちょっと検索して調べてみたらデジカメウォッチの記事が残ってて、2012年まで実はこのダークレスって販売されてたらしいです。ちょっとこれは意外で驚きました。そんなに後まで販売されてたんですね。さてこのダークレスで現像できるフィルムは基本的には富士フィルムのネオパン SS というフィルムの24枚撮りだけということになってます。もちろん他のモノクロフィルムもやってできないことはないと思うんですけど、公式にはそうなってます。あとフィルムの長さが24枚撮りというのが大事なところで、36枚撮りはできないんですよ。これについては後で話します。ちなみにこのダークレスの販売終了はネオパン SS が2012年に販売終了したことによるらしいです。それじゃあこのダークレスをどうやって使うのか簡単に解説すると、このフィルムのパトローネを透明な容器に入れます。それで本当はこの時にアンプルの口を折って、それで現像液を入れます。で現像液を入れたら蓋をして、蓋の取っ手を持って時計回りに素早く10回回したら反対向きにゆっくり戻すという操作を3分間行います。時計回りに10回回したら反対向きにゆっくり戻す。現像液を入れてこれを3分間行ったら、今度は定着液を入れて同じことをやります。それではあとは水洗を行うっていう流れになります。それじゃあこれはどういうことを行ってるのかっていうと、パトローネの中で巻かれたフィルムを締めたり緩めたりして、それで現像液を均等に行き渡らせてるんですね。パトローネの中身を抜き出して見せると、こういう風に中で巻かれてるフィルムが締まったり緩んだりしてるというわけです。当時使った感想としては、ちょっとまだ初心者で現像ムラというものがよく分かってなかったんですけど、現像できないってことはなくてちゃんと像が見えました。ちょっと本当は実際に現像したフィルムを見せられたらよかったんですけど、探しても見つからなかったです。でこの方法というのが24枚撮りのフィルムしか使えないってことと関わってくるんですよ。36枚撮りのフィルムだとフィルムの長さが長すぎて中できっちりと締まってしまって、現像液が行き渡らないんですね。現像ムラになっちゃう。その点24枚撮りならパトローネの中にちょっと隙間の余裕があるので、うまく現像液や定着液を行き渡らせることができるわけです。ちなみに現像液も定着液も使い捨てなので、定着液の反復使用ってことがないので停止液はないです。というわけで簡単になんですけど、富士フィルムのダークレスについて紹介してきました。実際私がちゃんと現像タンクとか暗室用品を買い始めたのはこのダークレスで現像したことがきっかけだったので、初心者にモノクロフィルムの現像というものを普及させるという役割は十分にあったんじゃないかなと思います。あと値段もすごい安くて、当時1000円台かなで買えたので、その点でもすごい製品でしたね。というわけでダークレスの紹介でした。ありがとうございました。オブスクラでした。